お願いします。小西洋之君。はい、小西洋之でございます。中期庁長官に伺います。マイダハウスの名前は自分でつけたのでしょうか。またアメリカの会場のプレートは誰が用意させたんでしょうか。それか、中期庁長官です。はい、中小企業長官前田康弘君。私がつけた名前ではございません。私 の, 知人がですね、つけた名前でございます。はい、小西君。知人とは誰ですか。はい、どうぞ。前田長官。私の経済産業省の時の後輩の友人でありまして、その方でございます。今はフリーランスで IT のエンジニア等をやっておられる方でございます。まあ、示してね。はい、小西君。はい、その方がサービスデザイン推進協議会の関係者と前田ハウスの準備をしたんですか。はい、前田長官。その方とサービスデザイン協議会は関係がありません。はい、小西君。なぜ前田ハウスというプレートが用意するような場が作られたと思いますか。前田長官。その友人が、そういうふうなまあ、ことを、好むといいますか、そういう形でやろうということで作られたものでございまして、特段私がというものでございません。はい、小西君。豊かな交友関係は分かりました。先に検察の問題を伺います。森大臣、通告の4番です。人事院の懲戒処分の指針の5つの課長要件をお示しいただきながら、それが黒川氏の事案に当てはまるかについて現時点における見解を答弁ください。誰？森法務大臣。人事院の処分指針の蔑視がご指摘であると思いますが、その蔑視に重いものとすることが考えられる場合として例示されている1から5までの項目と思われます。1、非行為の動機もしくは対応が極めて悪質であるとき、または非行為の結果が極めて重大であるとき、2、非行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなど、その職責が特に高いとき、3、非行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき、4、過去に類似の非行為を行ったことを理由として、懲戒処分を受けたことがあるとき、5、処分の対象となりうる複数の異なる非行為を行っていたときと記載をされております。これらの項目は人事院があくまで重い処分とする場合の具体例として記載しているもので、処分を決定するにあたって、必ずしも個別に該当性を判断することが求められているものではないと考えておりますが、その上で、黒川氏の行為が1から5に該当するかについてお尋ねでございますので、あえて申し上げれば、2、3、5は該当し、4は該当しないと考えます。小西洋之君。1について答弁してください。森法務大臣。1については、どのような場合に動機や対応が極めて重大と言えるかについて、確率的にお答えすることは困難ではございますが、いずれにせよ、黒川氏の行為は誠に不適切であったと考えております。はい、小西君。はい、安倍総理、今、法務大臣が答弁した見解は安倍総理も同じですか。安倍内閣総理大臣。森大臣はまさに法務大臣として、内閣における法務省を所管する大臣として答弁しているわけでございますが、当然そうでございます。小西洋之君。安倍総理の見解を聞いてます。安倍内閣総理大臣。当然同じであります。小西洋之君。今の森大臣の答弁は現時点の認識なんです。森大臣、今回黒川氏の処分をするにあたって、この懲戒処分の課長要件、黒川氏の事案に当てはめをしましたか。森法務大臣。
黒川氏の処分を決定するにあたっては、ご指摘の人事院の処分指針の考慮要素も参考としつつ、さまざまな事情を総合的に考慮し、監督上の措置として最も重い訓告としたものでございます。小西洋一君。5つの課長要件を使ったかと聞いてます。森法務大臣。黒川氏に対する処分の時点においても、ご指摘の項目についても考慮した上で、さまざまな事情を総合的に考慮して判断したものでございます。小西洋一君。考慮は当てはめということですか、黒川氏のこうした事案がそれぞれの要件に当たるということですか、そういうことを確認したということですか、あるいは当たらないということを考えたということですか。森法務大臣。先ほどご答弁申し上げましたが、これらの項目は人事院があくまで重い処分とする場合の具体例として記載しているもので、処分を決定するにあたって必ずしも個別に該当性を判断することが求められているものではないと考えております。いずれにしてもこの考慮要素も参考としつつ、さまざまな事情を総合的に考慮して判断をいたしました。小西君。参考にしてというのは当てはめをしたということですか、当てはめの有無だけお答えてください。森法務大臣。ご指摘の1から5までの項目でございますが、人事院があくまで重い処分とする場合の具体例として記載しているもので、処分を決定するにあたって、必ずしも個別に該当性を判断することが求められているものではないと考えておりますが、今般の処分の決定にあたっては参考し、このようなことも全般的に考慮をしております。法務省の官僚の皆さんからは当てはめしてない、使ってないって何度も聞いてますよ。はい、質問者立ってやってください。いや、答弁ちょっと待ってください。はい、森法務大臣。人事院の、ご指摘の指針の中にも書いてあります通り、具体的な処分料亭の決定にあたっては、このような事情のほかですね、さまざまなことを総合的に考慮の上、判断するものとあるというふうに今、書いてございますけれども、今般もですね、この今から先ほど申し上げました1から5の項目については、考慮をした上で、さまざまな事情を総合的に考慮して判断したものでございます。はい、森法務大臣。当てはめた
かというお尋ねでございますが、当てはめという形で行っていたわけではございますが、ございませんが、総合的に考慮をしていたものでございます。はい、小西君。罪を重く考えるですね、課徴要件を当てはめをしない、つまり使ってないという明確な答弁がありました。ただ一方で、大臣はですね、235については、今から見れば当てはまるというふうに言ってるんですね、課徴要件が。大臣に質問ですけれども、今から見たら当てはまる、つまり罪を重く考えなきゃいけないものを、なぜ処分のときには使わなかったんですか。森法務大臣。使っていないというふうに申し上げたわけではございませんで、先ほどから申し上げたとおり、総合的に考慮をしております。でその上で、さまざまな事情を考慮して、監督上の措置として最も重い訓告、処分としたものでございます。はい、質問者、はい、手を挙げて、はい、はい、森法務大臣。お答え申し上げます。お示しの人事院の指針をですね、正確に読み上げますと、例えば標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合としてということで、1から5までが、例えばという、つまり例示として掲げられております。ですので、要件ではございませんで、当てはめが求められているわけではございませんが、それで当てはめたわけではないというふうにご答弁申し上げたんですが、そのように例として書かれていることは、先ほどから答弁しているとおり、総合的に考慮し、その上で処分を決めたということであります。文書の読み方としては、ね、これを逆に判断してます。例示だから使ってないっていうんだったら使ってないって答えてました。当てはめてないっていうの。あれ例示なので、例えばっていうことで挙げてあるので、それを必ずしも当てはめたわけじゃないんですが、こういうことも加味してやったっていうことを言いたいっていう。当てはめてないってことですよ。例示だから。今の答弁。今の答弁は、例えばだから必ずしも当てはめないでっていう言い方だから、つまり当てはめてないってことなんですよ。使ってないってことなんですよ。ちゃんと答えてよ。使ってないなら使ってないで。文書が言ってもこれ元々例示なんですか、うん、当てはめを求めたものではない。じゃあそう答えてください。そういうことでしょ。
使わなかった理由聞いてるだけだから、都合が悪いから使わなかったって言えばいい。森井法務大臣。小西委員がご質問の、この重いものとすることが考えられる場合というのは、例示でございますので、要件ではなく、当てはめが求められているわけではございませんので、当てはめを行っているものではございませんが、総合的に考慮しております。小西君。今から見たら当てはまると答弁された235を処分を検討する当時になぜ当てはめをしなかったのか、その理由を聞いております。3回目です。はい、森法務大臣。当てはめという行為は行っておりませんが、もちろんその当時、参考にもちろんしておりますので、その今から見れば当てはまると考えたのかというようなご質問でございますが、そうではなく、当時もですね、そこを考慮、総合的に考慮した上で、またその他過去に非行為で懲戒処分を受けていないとか、日頃の勤務態度が良好であったことなど、また非行為後は事実を認めて深く反省することなど、すべての事情を総合的に考慮し、先例をも踏まえて、監督上の措置として最も重い訓告としたものでございます。小西君。なぜ処分の当時当てはめに使わなかったのかを聞いています。4回目です。はい、森法務大臣。当てはめが求められているものではないからです。はい、小西君。はい、当てはめをすると都合が悪くなるからではないですか。黒川氏を懲戒処分にせざるを得なくなるからではないですか。はい、森法務大臣。懲戒処分の指針に書いてあります通り、例えばというふうに書いてありますので、当てはめが求められているものではなく、例示でございますので、当てはめを行っていなかったということでございます。はい、小西君。当てはめではない参考や考慮というのは、具体的にどういうことをしたんですか。はい、森法務大臣。法務省で作成をしました調査に基づく検討結果というところでございますけれども、それについて、基本事項について検討を行っておりますが、その時に参考にしております。小西博之君。参考や考慮っていうのはこの過剰要件で、どんな参考にしてどんな考慮にしたのかって聞いてるんですよ。当てはめなくてもいいけど、どんな考慮の参考眺めただけ、眺めただけなら眺めただけでいいよ。時間だね。50分まで。
はい、森法務大臣。法務省で出しておりますこの調査結果に基づく検討結果という文書がございますが、その中で例えば今言ったその検討したというのがどの部分かというのを申し上げますと、2ページ目にございますように、黒川検事長は当時東京高等検察庁検事長として指揮監督する立場にあったという、立場について記載をしましたし、または5月1日、5月13日、つまり緊急事態宣言下において、賭け麻雀を行ったこと等について記載がございます。小西洋之君。小西君。小西君。ゆっくり今読み上げていただいたものは念のためですけど、当てはめではないですよね。もうちょっと詳しく丁寧に、ちょっとさ、相手が。刑事局長が出て、川原刑事。事務方、はい。法務省、川原刑事局長。お答えを申し上げます。先ほどから大臣が答弁をされておりますが、人事院の懲戒処分の指針についてというところを見ますと、先ほどから委員がご指摘の1から5の前に、個別の事案の内容によっては標準令に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば標準令に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として1から5があります。従いまして1から5の要件があれば重くなる、何かの要件が欠ければ重くならないというものではなくて、こういった事情があるときには、標準令より重い処分とすることがあり得るんだということでございます。で、その上で、先ほど大臣が答弁をされましたが、私どものまとめました黒川博文東京高等検察庁検事の職責についての検討結果というところでございます。先ほど大臣もご指摘されましたが、例えばこの黒川検事の地位という関係では、黒川検事長は令和2年5月当時、自ら検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場であったと、こういった事実を認定しております。で、こういった事実を認定 しますれば、その先ほどの1から5で言いますと、この非行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなど、その職責は特に重いときという事情を認定しているものでございまして、先ほど来申し上げ、大臣が答弁されていますように、当てはめをする、しないということではなくて、私どもが認定した調査結果に基づいて、処分を決定する際に、今言ったような事情が処分を重くすることがありうる事情だということを考慮して、総合的に全体として今回の訓告処分にしたと、そういうことを申し上げているものでございます。小西洋之君。刑事局長の今の答弁は、課長要件の当てはめすらしていないという事実を述べたものですか。はい、刑事局長。ある刑事局長。お答えを申し上げます。当てはめる、当てはめないということよりも、今申し上げたような事実を認定したということは、先ほどの2にあるような事実は、私ども調査の結果、認定した上で処分の際に、全体の中で考慮しているということでございます。これ、千代君。質問したけど。それ当てないって言ってんだよ。当てはまるっていうのも該当とそこの
当て込みっていう、そこの処罰を決めるときに当て込みっていうのは違う、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 今から見るとその事実はそう評価できるだろうという意味での判断ことだと思います。そう、だったらだったらその時になんでやらなかったのかって、でもその時に参考と考慮したとかって答えちゃったんだから、うん、どんな参考と考慮したんですかって聞いたら全然違うこという局長が言い出してたよな。そう、誤解してるんですか。持っていたらこのイチゴは臨時だから重いかどうかなんて違うこと言ってる。当て込んでないけどこういうのを踏まえて決めた。じゃあ大臣最初の答弁なくしたら修正させてよ。今から思えば当てはまるっていうのは私の勘違いでしたって言えばいいじゃない。言っちゃったの、言っちゃったんだ。それ参考に考慮まで言っちゃってるんだ。参考に考慮まで向け今から見たら当てはまるけども当時はやってなかったっていう、このストーリーですよ。じゃあなんでその時にやらなかったのかっていう話になっちゃうんですよ。みんながね、国民の皆さんが自分の加盟処分になっちゃう。参考にしたとかどうしたって、この短い時間の答弁で矛盾しちゃってるから、参考と考慮と当てはめてないっていうこの調整だけ高い。あ、さらに休憩、しばらく即興止めてください。即興をご一緒ください。残余の質疑は午後に譲ることといたします。午後1時に再開することとし休憩いたします。
予算委員会